はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。本日の動画の主役はこのツムです。いや、全く関係ない2人じゃないのかもしれない。そう、2組とも。はい、どうもこんばんは、コアと着ぐるみです。というわけでございまして、松陰寺さんのあの感じむずいわ。ぺこぱ好きやねんけどね。はい。まあ、ということでございまして、今回の、検証するツムはこちらです。はい。エルサ&オラフが最近ね、6月になって、また弱体化したんちゃいますかっていう声をちょこちょこ聞くんです。で、ほんまに、ちょっと弱体化してしまったんかっていうのを、実はね、4月に前回弱体化チェックをしてるんです。約2ヶ月前ですね。はい、この粒2024年の2月に登場した粒なんですけれども、登場して以降ね、ちょこちょこ、なんか弱体化しましたかみたいなっていうのをコメント欄だったりとか、ね、いろんなところで聞くので、実際4月にやった時の結果と、今回、6月になって、でやった結果を比較してどれぐらいこう稼げるコイン数に差ができたのかというのをちょっとねご紹介させていただきたいと思います。はい、まず検証方法なんですけれども、54のみのアイテムを使って15回連続で全力でプレイをした結果を比較するという至ってシンプルな、はい、チェックになっております。はい、では早速なんですけれども、まず4月の段階での結果はこちらでした。はい、最高で稼げたのが約 12,700 コインということで、平均で 8,432 コインというのが前回の、4月にやった弱体化チェックの結果でございました。はい、平均でもね、8500コイン近く稼げてるというめちゃくちゃ優秀な、はい、ツムですよっていうことでご紹介させていただいたんですけども、はい、今回6月の結果はこうなっております。はい、一番稼げた時で 11,700 コインということで、平均で 7,951 コインという結果になりました。この結果だけを見ると、平均500コインぐらい下がってるということで、ちょっと弱体化してるのかなっていうような見方もできるんですけども、どうやろうどう思います？でも実際プレイしてみると、すごいでかかった時で単発で終わっちゃうってことがね、やっぱちょっと若干増えたかなっていうのは、もうあくまで体感での感想なので、一概にね運が悪いだけなのかもしれへんし、その辺はちょっとね、まあ正直どうなのかなっていうところはあるんですけれども、皆様の感想はいかがでしょうか。もしかすると弱体化しちゃってるのかもしれないけども、でもね、しっかりと8000コイン近く平均でもね稼げてる粒なので、優秀な粒であることは間違いないですし、普段のねコイン稼ぎでも全然使ってますので、はい、もしね復活した際にはぜひね、持ってない方はゲットしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はエルサン&オラフの第2回目の弱体化チェックの結果を、ご紹介でございました。最後まで見ていただきましてありがとうございました。よろしければ応援のチャンネル登録、グッドボタンいただけるとめちゃくちゃ喜びますし、はい、皆さんとももっともっと仲良くなりたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今回はね、エルオラの弱体化チェックだったんですけれども、いかがだったでしょうか。よろしければ皆さんの感想などもコメント欄でいただけたら嬉しいなと思っております。それでは今日誕生日の人おめでとう、コアと着ぐるみでした。